こんばんは、なるです。寒いね。寒い、ずっと寒い。ゲリラ配信当たり前だ。寒い、ほんと寒い。だって部屋の中なんですけど、まだ手がまだ全然冷えてる。意味わからん、意味わからんけど、あのあれはね、あの暖房はつけないんですよ。つけないっていうかダメなんです、私暖房は。床を温めようか今迷ってるんですけど、でもなんかこの12月でこんな感じだとちょっとこの先を心配しちゃうので。あ、ヒーターね。そうね、ヒーター買おうかな、欲しい。うん、そう、今もうここであったかい、そのなんだろう、便利なものに頼ったらこの先の冬が心配だから、耐えるギリギリまでとりあえず。でも寒い、寒くて、もうパソコンもなんか寒くて冷たくて、今日も編集してたんですけど、もう指がもう寒くて寒くて、一生手だけ温まらないまま、うん、やってました。はい、どうやって過ごしますか、寒い時。暖房以外で暖房とか器具使わないってなるとそうなるよね。暖房は乾燥するからあんまり好きくないです。うん、こたつに入る。わあ、こたつね、確かに。こたつあったら、でももう本当に何もできない人になっちゃいそうで。こたつはね、昔からおばあちゃん家にしかなかったから、実家にもなかったの。うちの家こたつなかった家だから、うん、巻き込むしかないよね。そうだよね。うん、足だけヒーター、そうね、ヒーター欲しい欲しいかも。ちょっと今買い物というか、ちょっと買い物したくなったら買います。今すぐには買わないけど買いそう。うん、寒い。ね、今日サッカー見るって。サッカー今日割と見れそうな時間にあるよね。こないだみたいな朝方とかじゃなくて、割と夜だよね。見れそうかも。見ようかな。どうしよう。うん、迷う。何時から、時間わかんない。夜だった気がする。12時から見れるじゃん見れるっていうか、もう多分ピッてつけて、そう、つけてるから。ずっと今日はでも編集テロップ全部入れました。とりあえず多分全部入れた。でもこれ、この先がまだ長い。音入れないといけない。あとなんか画像のデータとかをまだ入れてないから、画像入れないといけないし、まだね、何割これ、動画で言うと。でも6割って言いたい。6割って言わせて。6割にします6割ぐらいはできました。なんかわかんないけど、データ量でいくと本当にね、まだ全然大変だった時のがあるんだけど、なんか今回難しい。こだわりたいからかな。うん、それがあるか。こだわり、なんかこうしたいな、こうしたいながどんどん増えてって、一個一個こうやってたら、うん、時間かかっちゃってますね。まあまあまあ、明日もやろうと思えばできるし、今日もやる。まだ配信楽しくなったらやります。我に帰ろう。スラムダンクもね、進みました。19話です。19話見終わったぐらい今。
決着ついちゃったぐらい、決着ついて一旦、はい、決着ついた試合のそこまで見ましたね。進んだっしょ。でもそこで終わったけどバスケットのやつ、そうバスケット、マジであのバスケわかんないんですけど、バスケの説明をなんか途中で入れてくれてるんです。なんかこれはなんていう、これは高校ですって、なんかドクター何ドクターだったっけ、なんか教えてくれる解説の人がいて、だからね割とね見れますよ、うん、見れてる割とワンピに比べると遅い最後負けちゃった、そうなの、うん、あ、作者の人なんだあれ、あ、そうなんだ、作者さんですだって、あ、そうなんだ、知らなかった、教えてくれるんです、だから助かる、マジでわかんないから。2点入るのは知ってるし、3ポイントがあるのも知ってるけど、あのルールマジでわかんない。私もなんか主人公の気持ちで見れる。バスケ知らない人はね、そう大丈夫だよ、見ても割と見れますよ、おすすめ。面白くなってきた、そう面白くなってきたの、これは絶対おもろいよね、この先もうおもろい、待って、でも一試合にこんなに時間かけて細かく、あのやばい、2分がもう2分のを20分ぐらいやってたんじゃないかなってぐらい。この感覚はでもワンピースでたくさんあの鍛えられてるので、その大事に描くっていう意味でね、その本当は2分だよねって思うような量を、こうなんだろう、長く長くその心情とかを丁寧に教えてくれるので、すごいね、うん、面白い私バスケ全然できない、マジでできない。私あのバスケできる女の子に憧れてたんですけど、かっこいいじゃないですか、なんか、でもできなかったです全然、はい、ドリブルもできないぐらいの、はい、ドリブルができないです走るのは得意なんで、あのずっと走ってはいたんですけど、いや走ってもなかったな、もう眺めてる感じでした、全然できなかったですあの入れるのも全然入んなくて、球技本当にできないんですよマジで、うん、信じられないぐらいできない。まああのサッカー、サッカーやったのだからなんでだろうって思い、今になったら球技が本当に一個もできない、できる球技けん玉ぐらいしかない、あれ球技って言っていいんだったら、もうそれ以外は何もできないかも。てか今の運動能力知りたい、運動神経知りたいかも、もしかしたらいや無理かあの体力はついたと思うんです、 AKB になってあの得たものは体力、体力はだからついたから、割ともしかしたら運動どこかが伸びてる可能性ある。でもバスケ絶対できない、自信ある、できないに、うん、庶民シュート庶民シュート絶対できない、届かんし、そんなスラムダンクも絶対にできない、届かん、終わった。あのでも私カットとかするのは好きかも、あカットならできそう、ハエ叩きならできそう、いやダメだ届かない、小学生と対決したらかあの1個ぐらいカットできるかな、高さが無理でした、ダメだやっぱバスケダメだ、全然できないじゃんあドッジボール、そうだ私にはあった、ドッジボールがあった、ドッジボールはできるよ、逃げる専門だけど、当たらないように逃げるのはできる、うん懐かしい、マジで本当バスケめっちゃ好きだったんです、でもなんか好きではあったんですけど全然できなくて、マジでいつも受けてた、なんでこんなに楽しいとか思うんだけどできないんだろうっていう、あの学校でバスケやる時間は結構好きでしたよ、あの体育とかで、バレーより好きでしたバレーはもう怖くてずっと逃げてましたね、飛んでくるんですよもうボールが、めっちゃ怖かった、うん、
怖いよね、あのなんていうの、速度があるボールは、うん、あれ受けられるのはすごい、本当にすごいと思う。できない、ドッジボールもだってキャッチしないから私絶対、うん、すぐパスで、マジで怖い。波動はドッジボール、波動ってなんだろうね、ジャンルで言うと、まあドッジボールか、割と確かに。でも波動のいいところは思ったところにちゃんと飛んでってくれるんです。それがめっちゃでかいと思う。こうやってまっすぐ行くんです。でも自分の手で投げたら思ったとこに行かないんです。あっち行ったりあっち行ったり、もうしっちゃかめっちゃか。だからボール投げることはやめました。私にはボールは投げるのは得意じゃない。私には不向きだともう分かってます。だから波動は大好き、もう思ったように言ってくれるから。でドッジボール見たい。だから運動会やろうよ。運動会したいな。ね、波動ってカーブとかかけられないの？かけれない、かけれない、かけれないです。まあドストレートにしかいかないから大好き、最高。そうそう、サインボールも本当に今までたくさんの人にぶち当たって本当にご迷惑をおかけしております。サインボール最近投げてないけど、本当によく人にぶつけてました。さあ今私は時間を止めましたが、何をしてたでしょう。今止まったでしょ、止まってた。私が止めました。おー、業務連絡正解です。業務連絡でした。いやね。充電は今日あります。今も充電してます。そうだった、そうだった、そうだった、登録するって言ってたのに登録してないわ。やらなきゃいけないことはたくさんあるけど配信してます。なるです。そうだ、もう来週で終わりだ、来週で終わり、一旦波動今シーズン終了、終わった。待って、緊張するからやめよう、やっぱ波動の話は終わりにしよう。来週だった。応援してね、チーム4のこと。やばい、マジやばい、緊張しちゃ無理。うん、で本当に緊張しちゃうから。マジでやだ、本当に。優勝の可能性はあるよ、あるある、頑張れれば、いければ、逃げれれば、あと頭脳戦、頭が冴えてればいける。今シーズンって言い方はプロみたい。確かに、いやもうプロでしょ。誰かになんかガチでやればプロ目指せるんじゃないみたいなこと言われたんですけど、波動の、波動でご飯食べれるのかな私。うん、いやもうでも、まあ、ここまでちょっといいとこまで来てるんでね、優勝したいですね、やっぱり今シーズンはね、できたら。うん、そう、オリンピック競技になったら、そう、ワンちゃんオリンピック選手になれる可能性あるよね。波動しかできないからね。うん、ぜひとも波動だったらいけます。私にスポーツ選手になるコースがあるとしたら波動しかありません。道は波動だけです、それ以外は無理です。うんうんうん。
ワンちゃん、ワンちゃん。とりあえずそうね、来週だからまだ緊張はしないとこ。今日は本当はカラオケ配信しようと思ってたんですけど、いかがですか？大丈夫ですか？カラオケしても、カラオケの日って感じでやらないとやらなそうだからさ。前はよく配信の後にやってたんだけど、なんとなく最近喋ったらなんかめっちゃ喋ってしまうっていう時間が多いんで、久しぶりにカラオケするかも。一応この配信はそう、最近やってるのはこれもう息抜きだから、昨日と今日はもう編集で頭がうわーってなると、もうちょっと一旦会話するみたいなことしたくなるわけよ。口を動かしたくなるわけ、一人で黙々と作業してると。いや、近くにイヤホンある、今日は持ってきた。何歌おう。カラオケボックス扱いするので、よくこのショールームを。何歌う？寒い。何でもいいよって。ちょっとは相談に乗ってさ。無料カラオケ、そう、無料カラオケだからありがとう。何しようかな。寒いからね、寒いからねっていうのも、温まりたいよね、温まりたいからな、あったかい歌歌いたいな。あったかい歌って何ですか？あるかな。え、リップグロスとか入ってんのかな。そういえば気になった。久しぶりの。お、入ってる。リップグロス。何しよう。ちょっと待って。ゴールデンレトリーバー？ラブラドルレトリバーのこと？だったらおもろ。オーバーチャーでもいいよ。先にかける？オーバーチャー。オーバーチャー？オーバーチャーってあんのかな？前かけた気もするわ、私。たかしらね。寒っ。寒いんだよ私、ちなみに。あいうえお、覚えちゃう、ある、覚えちゃう。かけてても選べるのかな。選べないもんね。選べるっけ。あ、選べる。あ、選べないよね。あ、選べる。待って、やだ、待って、ダメだ。オーバーチャーめっちゃ緊張しちゃう。なんかオーバーチャーって私緊張しちゃうんですよね。ダメでした。オーバーチャー、エビバディ歌える、みんな。レッドレッドホー、秋葉原48、なんとかなんとか40、 Are you ready? Are youレディー AKB48。 あっ
ったかい歌ってなるとなんだろう。ずっと言ってる。ちょっと曲リップグロスからいくかじゃん。寒いから温まりたいの。お、全部歌えないもんな。でも多分歌えるかな、リップグロス。久しぶりのリップグロス。ひひひはひ。あった。Yeah.
ちょっと温まってきた。ありがとう。一瞬火になった。体感通り低い音より高い方が似るかな。カフェのテント椅子を重ね終わる。そう、低い方にいないんだよね、あんまり。結婚をするんじゃないか。振り絞って出る。ありがとう。みんなだって新曲出るたびにそうやってみんな言うんだろうな、これからも。元カレです。元カレです。だからだからだから。ひーちゃんバージョンでって、やだ、もう笑っちゃうから無理。ギンガムチェック歌えるかな。スッキリギンガムチェック。
目の前の海青い色で全て語ってるよ。シンプルな言葉一つ僕は口にできないよ。臆病だから今の関係も幸せってことさ。銀ガムチェック夏が過ぎてカーディガンはいつから着る。この道をどこまでも歩けるわけじゃないけど、銀ガムチェック恋の期限 Yes! No! Yes! するでもいい。海がキラキラと反射してる。僕のまだらな想いは光と影。銀ガムチェック君が着てる半袖シャツマニッシュだね。愛しくて切ない心は格子柄だよ。銀ガムチェック恋の模様、ブルーホワイトブルーどっちだろう。気持ちを伝えるか、僕の迷いは銀ガムこれだとハッシュタグになっちゃう。銀ガムチェック。最後のポーズ実はあれみんなで指で銀ガムチェック作ってるんですよ。知ってました？メンバー同士で、あ、ゆうこさんとかはこう一人でこの銀ガムチェックって感じだけど、あの周りとかだと、私愛理ちゃんと多分武道館の時一緒に銀ガムチェック作った。こうやって愛理ちゃんがここにこう来てくれて銀ガムチェック作りました。知ってた？あ、初めて知った。だってイエーイ、よかった、嬉しい。みんなに新情報を教えられました。やったね。クラスメイトありますか？絶対ないと思う。私パーティー公演やりたいなと思ったけどやれないもん。確かやりたい、めっちゃやりたい。パーティー公演、パーティーが始まるよ公演の歌歌いたいんだけど歌えない、ここにない。悲しい。音源ないのかな。それな、ないないない。好きな曲多い。パーティーとかも会いたかったとかエモって感じ。だけど好き。
会いたかった公園。うーん、古いナンバーでお願いします。みんなのコメントから選びます。歌えるやつで私が歌えるやつでお願いしますいつも歌えないんだよね。大抵カラオケだからいつも同じの歌っちゃうんです。ありがとう。なんだろうね。スクラップ&ビルドは絶対2番歌えない。あるかな。スコールの間にとか歌いたいけどない。すなんかハートついてる。スコールの間にでしょ。あれなんだったっけその前。あ、スクラップ&ビルドある。いい歌。止めなかった、ごめん。ちょっとボタンも押せなかったわ、ごめん。ダメだ、無理だ。老人たちはなんとかって書いてあった。老人とか私歌ったことない、老人って言葉を。怖くて無理だった、ごめんなさい。臆病になりました、すいませんでした。たこ焼き食べてきただって、ありがとうありがとう。ちょっと待って、はい、あ、連絡来ちゃったから、連絡来たらドキッとするアンジーそこにいるんだろう。絶対ないアンジー。アンチアンチアンチならありますけどわかった、わかったよ。
次は何にしようかな。ここで出してくる。うたちゃんの頭。でも。サンタクロースかと思ったらって私もこれの使い道がわからないけど、可愛くて持ってるんですけど、これの使い道は何ですか？プレゼントでもらったやつもうこれで歌っちゃう、歌うわけでもなく、そう、しかもこうピコピコ動くの、ほら見て どうしたらいいの、これプレゼントありがとうだけど、これどうしたらいいの？こうかぶり物は動くの可愛くない、でもそう可愛いの、可愛いんだけどマジでどこに使っていいか分かんない、締めが見えない、うん、使い道は分からない。こう固めなのむずいよね、固めってむずい固めだとつかめなくなる、何か歌っちゃう歌っちゃんの歌歌って歌えないんだよ、信じないとかね、歌に戻ります。目どうしようかな、うん、これこれこれ、うわこれこれこれ、ありだけどどうしようかな、これ、うん、これうわこれうわこれあこれうーんこれあこれこれこれあー好き、すごいサムネイル公演の曲ばっかり当ててました、今スライドしてこれってやってたら悩んじゃう、サムネイルの歌歌い始めたら全部サムネイルになっちゃう、私の大好きなサムネイルの中でずっと昔から言ってるもうカラオケのド定番ソングをじゃあ歌います、ショールームカラオケ配信ナンバーワンソングかもしれない、花は何語ることもなく風の中で、それまでの季節で声にしなかった叫び、太陽が隠れてる時に寂しくはなかったか。
でした。だから君が好きなのか。もうねサムネイルでいっぱい歌ってるからね、あのそう公演があるたびに歌ってるから、あのこの曲歌いたい欲がでも全然前よりは全然ね、そう毎回歌ってますんで、やっぱり公演ででかいですね。今月まだあると思うよ多分。あってくださいな。まだ出てない。チーム公演もっと見たい。嬉しい。次何しよう。行って。ああ。おお。おわ。青臭いロック。青臭いいよ。ほらサムネイルに、自然とサムネイルに飲み込まれていくんです。こうやって青臭あったよね。サムネイルがそう全部あるんだよね、ありがたいことに。ある日気づいた現実は、僕は若くないってこと。ハスに構えて拗ねてても、人生を無駄にするだけ。窓ガラス石を投げたって、人も社会も変わらなかった。無力な自分に腹立つ。青臭いロックの負けた。あんなに叫び続けた。
て戦った。情熱はどこに消えた。羽打ったマイクのせいか、しらけてしまった。僕はいつの間にか大人になってた。たった一人の抵抗は損をするって学んだ。牙を抜かれて虚勢され、従った方が楽だよ。絶対に間違ってはいないよ。信じてたものは愚かな理想さ。青臭いロックの負けた。あんなに叫び続けて戦った。情熱はどこに消えた。羽打ったマイクのせいか、しらけてしまった。僕はいつの間にか大人になってた。勝てねえ金ねえせねえ夢もねえねえねえで諦めて後悔ねえか。まだまだまだもっとやれんじゃね。ドゥドゥワンツースリーフォー。負け犬の遠吠えでいいんだ。きっと誰かが聞いてくれてる。何より自分が歌いたくなったよ。古臭いロックで肩を、今でも声は出るはず。怒りはこの胸でくすぶってる。かすれたシャウトのせいか、なぜかの頃よりもストレートにぶつけたくなる。青臭いロックの負けた。あんなに叫び続けて戦った。情熱はどこに消えた。羽打ったマイクのせいか、しらけてしまった。僕はいつの間にか未来の自分ロックしてるか。青臭く ありがとうございます。青臭のロックでした。青臭いロックでした。あのちゃんとね、あの歌詞は、歌詞じゃない、歌の名前はしっかりちゃんと間違えないように言いましょうって、あの劇場の人に言われます。それを思い出しちゃったのでちゃんと言いました。青臭いロックです。ありがとうございます。次は何歌える曲でお願いします。金木犀、金木犀はもう間違いなく、もうなんかあのいつものメドレーみたいになっちゃいそう。予約したクリスマスはね、絶対全部は歌えないな。おー、すべてと、あ、そうね、すべては途中経過歌いたい。めっちゃ好き。マジで全て途中経過のチーム4いいからみんな見に来てね。私歌ってないけど劇場では歌ってないけど、めっちゃいいからぜひ聴きに来て。
まだ工事中のビルの屋上で背の高いクレーンだけがシルエットになる。夜明けは静かにそっと近づいて、新しい希望という気をくれるんだ。ざわざわした不安のせいで眠れなかった。カーテンの外の世界リスタートするよ。だから人生は何度でもゼロから始められる。どんなマイナスも途中経過、ああすればよかったと後悔をしているなら、過去なんて忘れて自分に言うんだ、今日やればいい。太陽は昇り、窓に反射して存在を教えるように語りかけてる。誰かがいつでもちゃんと見守って、これからの夢とか愛とかくれるんだ。期待されるプレッシャーで失敗しても、カレンダーめくるだけで全てが変わるよ。だから人生は長いマラソンみたいなもの、過去はその時の途中経過。出遅れたタイムならこの先で巻き返そう。いいタイム出せてもいい気になるだよ。わからない未来の展開、順位は失い周りと比べるな。まだまだ先は長い、やり直せるさ、走り続けろ。人生は何度でもゼロから始められる。どんなすべては途中経過でした。ありがとうございます。え、拍手の絵文字真っ黒になってる、なんで。この左下ので見たらめっちゃ真っ黒、みんなのフロアにいるキャラクターの方、拍手が真っ黒、なんでだ。11月のアンクレット歌えるかな。
わう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 わ絶対2番歌えないけどね絶対歌えない自信がある。久しぶりに会いたいなんてどうしたんだ、意外に混んでるビーチハウス、季節外れの待ち合わせ、僕が使うのパンケーキが来ない、左手を立てて薬指をわざと見せたのは、新しい彼氏ができたってこと言いたかったのか、 OK 君の勝ち、11月のアンクレート、今でも外せない、君にもらったあの日の二人のシークレット、さよならにこんにちは、僕より優しい人と出会えたのでしょうがないって諦められるかな、ウォー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 イエーイエー、幸せのニュースのはずなのに少ない口数引き止めてよなんて責められてるよねえみたい、あの夏のアンクレート、今すぐ外そうか、波打ち際を走ったスラッシュに揺れていた思い出よ、まえ虫の下で寄せるさざ波になってきた、よっしゃ、思い出はいつかどこかで片付けるつもり、彼の家までこのまま送ってくよ、さよならにこんにちは、僕より優しい人と出会えたのならしょうがないって諦められるかな、ウォーウォーウォーWow.
言ったでしょ、歌えないって言ったでしょ、こうなるからメロマメロさえも不明一応持ち歌、うん、2番私披露したことないですねこの曲、多分フルでやったことない、初めて聞いたレベルかもしれないぐらい、ワンハーフしかやっぱやんないとねこうなるんですよ。確かに加入してましたこの時期ね、ありがとう、伝わってよかった。私が本当に2番歌えないからねって言ってる時はこのレベルなんです楽しかった、よかった。次何にする、ジーバージー、ジーバージー、ジャバージャー、あれがいい、ジャバージャーに似たやつ、ハイテンションだっけハイテンション歌えるかな、メリーメリークリスマス、何しよう ハイテンションいい？本当？幸せ分けなさい、これからの人生みんなみんな幸せになるみたいな歌だよねあれさ、サムネイルの最後の曲選んでたらどうなってたんだろう本当にいやちょっと考えたけど、衣装的に合わないことないなみたいな、あれいいなと思ったけどいや翼でよかったよね、よかったと思ってる、うん回転ションいく、オーイエーイ、つけないで声を出せ、リズムに乗らなきゃ始まらない、この最低さえなら売り捨てて、騒いで盛り上がって祭りが終わるまで、おーおーおー、たった一度の人生、踊れ、テンショ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 ン、テンションマックス、ヒートアッパ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 、ヒートアップしてゆこう、間違い英語関係ね、不安緊張も上げ上げで、テンショ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 ン、テンションマックス、ぐーちょ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 、ぐーちょって大丈夫、体が揺れてくるだろう、ミサイルが飛んで世界が終わっても、最後の一瞬もハッピーエンド、ワーカホリックは流行らない、スイッチ切らなきゃ壊れちゃうよ、真面目にやってもストレス溜まるだけ、遊んでただはしゃいで明日はずる休み、もっと楽しみましょう、踊れ、テンショ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 ン、テンション振り切れ、弾け
車どんくらい夜なんて嫌い理屈叩く通悩みクレーミーだから何度燃やそうパッと夢でも愛でも炎にしてさ何にもいらない全部断捨離踊れ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 テンショ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 ンテンションマックスヒートアップ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 ヒートアップしてゆこう間違い英語関係緊張もあげあげでテンショ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 ンテンションマックスぐーちょ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 ぐーちょって大丈夫体が揺れてくるだろうミサイルが飛んで世界が終わっても最後の一瞬もハッピーエンあー久しぶりにドキッとしたドキッとしたラップ久しぶりにラップ歌ったさっきがわからないじゃあやってしかも詰ましてくださってるけどもう指で追わないと歌えなかったずっと指でこうやってこう歌詞を追ってました危ない危ない歌えたよラップいけてたねやったイエイフ私たちのリズム大好き絶対2番歌えないけどやってみるなぜ好きになったのなぜ私だったのカーテンの裾から指でめくりながら今日の天気を覗き込むように告白された時未来を知りたかった10年後の私たちは付き合ってるのかなやがて溶けてなくなるのにこの地上を目指している白い雪よその意味教えてなぜ好きになったのなぜ私だったの聞いてみたいけど胸が苦しいよなぜ好きになったのなぜここで行ったの見つめ合うだけで愛を感じるよこんな広い宇宙の片隅出会うなんて奇跡よ私たちのリズで始まった鈍い銀の世界少し汚れた土が気になるの心の裏側も全て見ての通りその白さを信じるには臆病すぎるだけ一人傷つけられたって一人きりじゃ生きてゆけない積もる雪を大人になりたいなぜいてくれたのなぜ彼女じゃないの頭のどこかでずっと叫んでるなぜいて
くれたの？なぜ今のタイミング？幸せなはずが不安でいっぱい。手に入れたら失いたくない。愛はいつも身勝手で答え方の理屈。なぜ好きになったの？なぜ私だったの？聞いてみたいけど胸が苦しいよ。なぜ好きになったの？なぜここでいたの？見つめ合うだけで愛を感じるよ。こんな広い宇宙の片隅で Reason でした。アウトですね。もうセーフじゃないです。アウトです。うん。2番難しかった。アンクレットよりはいけてた。確かに。メロがなんとなく、あ、一緒だって。アンクレットも一緒だったのかな。はい、次何にしますか。1番と2番で人が変わる。確かに。うん。永遠より続くように。チュチュチュサステ、サステも多いね。ハモネも焦って逆になってる。ハモネもルーマー、ハモネも、なし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 。逆上がりね、歌える自信がない。歌えるかな。ちょ、あの2人公演でも入ってて、2人公演で大失敗、大失敗っていうか歌詞が出てこないっていう事件があって、あれ以来歌ってないですね。本当に恐怖ソングみたいになってるよ。逆上がり、足で地面を蹴って太陽が、やばいやばい。何にしようかな。トラウマになってる。そうなの、トラウマなのよ。愛触れた毎日が今の僕の宝物さ。穏やかに流れてゆく日々が幸せの全てだよ。ない。永遠。蔵尾田公演やってほしいって。うわ嬉しい。やろう、やろうって言ってるんだけどね。やろうで終わってる。やろうとは言うんだけど、やろうねで終わっちゃうんです。
何にしようか。ささめゆき。僕らは何を信じる。321はい。右から左、後ろから前、下から上、大騒ぎ大騒ぎ天国だね。あの思春期のアドレナリンと同じあのブロックに入ってる、自分の中で、頭の中のファイリングの中で言うと。わかる？わかって。え、大騒ぎ天国ってそっか、コールなしの時代に生まれた曲なの？びっくり。そうだっけ？どこのカップリングだっけ？マジか。そっか、みんな騒げてないじゃんそうなんだ、お静かに天国。ネモハムのカップリングか。それはつらい。確かに大騒ぎしたいね。大騒ぎしたいよね。確かに私たちは踊ってるからいつだって大騒ぎしてる気持ちでやってるけどみんな大騒ぎできてない。悲しい。ね、そっか。シングル曲？シングル曲がいいって。何にしよう、シングル曲？シングル曲ね。何がいいと思う？みんな。シングル曲だったら。いっぱい出てくる。いっぱいある。
した。いいねいいね。次は何しよう。いいよね。ありがとう。もうそう、最初に始まってた頃よりも手がもうぬくぬくになりました。もうヒエヒエで始まったんですけど、手がぬくぬくになりました。あったかい、あったまってます。だらしない愛し方、応対をしている私の手首は、いけるかしら。だらしないよね、最近なんか歌ってるっていうよりも踊ってることが多いよね。なんかだらしない定期でやってるんだけど、私これだったら2番歌えるかな。いや歌えないかも、もう久しく歌ってないな。でも音一緒だった気がする。うん、セリフが言えない、確かに。ちょっと待って、今日の明るくいきたいな。でも次は、次も、うん、ハチの巣ダンスの2番絶対歌える自信ない、歌えないと思う。テレレ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 レテレレ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 テレレ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 、絶対歌えない。なんたら難易度高い動きだ、だけど絶対に絶対負けたくないよ。残念、本当に歌えない、悲しい。自分たちの曲なんだけど、そうで、なんで歌えないんだろう。こぼれそうなカフェラテ TT? TT 絶対歌えない、フル。2番がもう分かんない。歌えないよ。うーん、ハッシュタグ、うわ、波打ち際の走るのはなんたらなんたら、いけそうじゃない？ハッシュタグ言ってみる。波打ち際を走るのは恋愛中のカップルか、それともなんとかピエロたちか。ピエロたちかじゃないね。ピエロってピエロたちって言うんかな。ピエロって一体ってイメージだけど、ピエロたちってピエロの群れはないよね。なんだろう、ピエロたちか。あ、でもピエロたちかじゃない、あれ複数形だったっけ。ピエロってあった気がするけど、もう聞いてみましょう。眩しいくらい鮮やかな真っ青な海と晴れた空、もう太陽から逃げられない、いつものグループみんなで渚で騒いだバーベキュー、あいつと彼女はいい感じだね。君と僕は仲が良すぎて
冗談ばかり言ってる。真面目な顔をお互いするだけでなんだか恥ずかしくなる。ハッシュタグ思い、ピエロたちか、波打ち際を歩くのは恋愛中のカップルか、空気を読めないピエロたちか。合ってた。スイカ割りをしようなんてみんなで盛り上がってるけどさ、その前に片付けようか。悪いやつが僕たちのこと気づいて林立ててる。目隠しされた僕が迷っていると君の声だけ聞こえた。ハッシュタグ運命だ、後でつぶやく、その時に感じたこと誰か聞いてくれ。奇跡はあるよ、叫びたい今の愛しさを拡散だ。ハッシュタグ好きなんだ、僕はつぶやく、この胸の熱い気持ちリプライ、君からだ。空振りの僕が映る、大好きな人となる、大好きな人となる。ありがとうございます。ハッシュタグでした。次はこの配信はあと20分ぐらいでは終わります。10時には終わります。10時より前かも。なのでもうちょっとです。はい、フラゲいいね。フライングゲット、私歌える自信ないけど歌ってみたい曲。2番絶対歌えない。当たって砕けろ、なんとかなんとかなんとかってとこが絶対歌えない。前も歌えなかった気がする。クラ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 っとよしたなんとか、ここはわかる。ビキニ告白ウェルカムさおいて、合ってるかな。素直にならなきゃ楽しくないぜ、その目誘ってる僕に来てくれと。誰が
もうさおとしても声をかけていなきゃ始まらない。あ、いけるんじゃない、アレンジ。キラキラ容赦ない太陽が強火で照りつけるオンザビーチ。うぬぶれ温度は急上昇、落ち着かないのは真夏の差がだね。二人目が合えばなぜかそらすのに僕をまたすぐ見る君で、もしかしてもしかしてフライングゲット、僕は一足先に君の気持ち今すぐ手に入れようか。フライングゲット何か言われる前に心の内ビビッと感じるままに、誰といても微笑み方で君が僕に恋をしてるのは鉄板。フライングゲットだから誰より早くハートのすべて僕のもの、好きだからラブフラゲクラクラ動揺した順調で砂浜チラ見してたビキニ、告白ウェルカムさおいで素直にならなきゃ楽しくないぜ。その目誘ってる僕に来てくれと、それが妄想としても声をかけてみなきゃ始まらない。フライングゲット君に空振りしても当たって砕けるあるある男くそで、でも声は売り切れるよ。よしでも一番乗りで僕が君にゾッコンゾッコンなのは無双を、フライングゲットはようやく待ってるような、周りの男たちを出し抜いて得意げにラブフラゲー。くそーにゃにゃにゃ、心の内ビビッと感じるままに、誰といても微笑み方で君が僕に恋をしてるのは鉄板。フライングゲットだから誰より早く君のハートのすべて僕のもの、好きだからラブフラゲー。歌えませんでした。歌えませんでした。悔しいね。難しい。当たって砕けろあるある男じゃないか。合ってる？なんかある3つぐらい言っちゃいそうな。当たって砕けろあるあるある。ねえ、どっか行っちゃうんですけど、どうしてだろう。どうやって歌うのかな。聞けばいいんですよね、けどね。タッティングだけある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 ってずっとあるある言っちゃうんですけど。
なんで？あるが多くなっちゃう。マジでこれ苦手だわ。フライングゲット苦手ソングだ。あるが多くなるの。あだ言いたくなるんだろうね。言いたくなるけど違うんだよね。あだてくだけるあ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 る男じゃないか。もう気持ちわかるって嬉しい。ある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 男じゃないか。くー日頃は確かに日頃から聞いてないから確かに。あるあるある、当たってくだけるあ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 る男じゃない。待って、どうやって歌うんだろう。めっちゃ気になる、本当に気になる。歌ってくだけろあるある、多分リズムが多分違うんだよな。歌ってくだけろあるある音、あ、当たってくだけろあるある男じゃない、これ、お、これ、当たってくだけろあるある男じゃないか。一歩うんって我慢すればいいんだ。当たってくだけろあるある男でもちょっと片言になっちゃう。確かにこれだったら入りきった。でも我慢できない、あるあるいっぱい言いたくなっちゃう。当たってくだけろあるある男じゃないか。できたできた。なるほど。次回覚えてたらこれをじゃ次回また今回歌うのはちょっと違う気がする。もう一回歌うのはちょっと長いから。また次歌う機会があったら絶対にはい、リベンジ したいなって思います。歌ってくだけろあるある男じゃないか。いけた、よし、うんってやった方がいいんだ気持ちが。うん、でじゃあまた次歌ってる時皆さん忘れてそうではありますけどね、そうですねぜひ言ってみてください。候補でね。うん次何歌う？うセンチメンタルトレイン絶妙、歌えるかな。確かに時間的にもうそろそろぼちぼち終わり。最近歌ったよね、センチメンタルトレインを歌おうとしないやつ。え、歌い、待って、でもセンチメンタルトレイン何人かいた気もする。あれも歌える自信があんまりないけど、2番は電車に走る、でてれれれれれれ、ドボンでやってたよね。うん、やったかも。うん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 、一日また一日、すべてが輝きながら。電車帯走る黄色の電車がスピード落としたら近づく駅、今日も君が乗ってくるだろうか。グレーの制服でポニーテールの日はテストがあるんだよね、気合い入れるんだって噂で聞いた。少し離れ僕は外エールを送った。それは恋と呼べるような確かなものじゃなく、初めての自分でも戸惑ってる感情だ。こんなに切ない朝が来るなんて今まで予想もしなかった。
なのか抑えてた何か叫ぼうとしている。本当の気持ちをはっきりできたらこの胸のモヤモヤ消えるのか。何もしない何もできない日々はセンチメンタデイ。二つ手前の駅友達と降りてく君のただの日常当たり前の窓の向こうをずっと見てきた空なんて幸せな。またすぐに会いたいって思ってしまうなんて呆れてしまうけど気になるんだ。一瞬君がこっち見てたような妄想、それは僕が期待しても恋でしかないだろう。絶対これ以上好きになったら困るほど好きに。どうしてこんなにキュンキュンするんだ。君のこと考えるだけで何も手につかずまた朝のことを思い出してる。自分の気持ちを認めてしまえ今より楽になれるのかな。でも直接言葉にはしたくない。隠れフィテーション。卒業までの一日また一日全てが輝きながらこの電車どこへと向かうのだろう。切ない朝が来るなんて今まで予想もしなかった。ときめきなのか抑えてた何か叫ぼうとしている。本当の気持ちをはっきりできたらこの胸のモヤモヤ消えるのか。何もしない何もできない日々はセンチメンタル。走り続ける。ダメでしたね、やっぱり2番いけた方だけど、いけた方ではあると思う。もうふわふわってしてましたね。本当に危険な配信してますね。いけてた？惜しかった？顔に出ますねって。そうですね、はい。顔に出てましたか。ふわんって顔で歌っちゃうので私わかりやすいです。多分不安な時ふわんって顔で歌っちゃう。うん、ありがとう。苦しそうでした。苦しい。険しかったです。9時54分。あ、もうじゃあ終わりです。終わりです。急に終わりです。終わりです。皆さんありがとうございました。唐突の終わりです。今日はリクエストで歌いました。ありがとう。そういや今日10時前には終わろうって言ってたから、そうランキングとりあえず読みますね。13位、宮崎のおじちゃんとマークカレーのおじちゃん、ありがとう。12位、香港の春馬、ありがとう。11位、ユー、ありがとう。10位、ゴーアットマークじゃない、ゴーかっこゴロ。9位、ユッケみたいだね。8位、アリちゃん、ありがとう。7位、ほのかアットマークなる最高イエーイ。6位、ゆかアットマークなるりしか勝たん、ありがとう。
5位、立山県警とマックミニオン、ありがとう。4位、チームようちゃん、ありがとう。3位、エムタカットマーク、ナルータ大好き、よかった。2位、笑顔になるなるヤマピョン、ありがとう。1位、はじめやっとマーク、カラオケ配信のある残業最高でした。出たよ、また仕事場で私のカラオケを大音量でかけてるんでしょう、きっと。ありがとうございました。今日の配信も、はい、歌いましたね、いっぱい楽しかったよ、楽しかった、よかった、ありがとう、ありがとうございます。たまたま2日連続やっただけなので、明日はないと思っててください。ないです、多分。うん、まあまたカラオケ配信する日が来ると思いますので、その時はぜひよろしくお願いします。カラオケじゃなくても来てね、ありがとう。楽しかったならよかったよ。また歌います、いつか歌います。じゃあね、みんなおやすみ、あ、大丈夫か、みんなおやすみ、バイバーイ。メール書いてくるね。